暦の話はもうやめようか。ね暦の上ではみたいなやつ。いや、もちろん大事ですよ。それは日本のね、古来からあるそういう、えー、何て言うんですかね、文化みたいなところもあると思うんで、まあ、暦の上ではっていうのは全然あってもいいんですよ。あってもいいけど、暦の上ではもう春なのにまだ寒いですねとか、ずれてるのはもう分かってるでしょその話はやめよう。うん。 まあ暦の上では今日はこういう日ですよっていうのはいいけどえー、春なのにまだこんな寒いんですねとかえー、暦の上ではもう夏なのにこんな感じなんですねみたいなのはもうそうじゃんそれはそうじゃんうん暦通りですねっていうことはないしあってもまあたまたまに近いじゃんそれってうんあとだったら何なんだっていうのは一番あるけどね暦通りの気候だったら何なんだっていうのがうんあるし 大前提、ね、まあ一回言うけど暦の上では「えー、なんとかの日です今日が一番寒い日です」とかねそのぴったりにはなんないし、まあ、なったからなんなんだっていうことなんだよ結局、まあ、大事にするのはいいけどそことの差でうん言うのはもうやめようあとなんていうかもうその違いをもっとね今ずれてきてるんですよということを言う方が大事ですからね まあ、暦がこうできた頃と比べて今は何が違うのかということを考えないといろんなことがある中暦の上ではこうなのに実際こうですねだけを何年い続けるんですかいやありますよたまには暦通りの気温になること暦の上では春なのであったかいですねっていう時ありますよでも次の日寒いからそういうことじゃないわかるよねそれはうーん まあ暦でねいろんなのあるからこれからもそういうの出てくると思うけどもういいんじゃない比べるのは暦と違うそれはもう分かったみんなもう分かった一緒大阪の人の東京との違い話と一緒もう分かったようん誰も驚かないから誰も驚かないエスカレーター逆エピソードじゃ誰も驚かないお好み焼きと一緒にご飯食べるエピソードじゃ誰も驚かないあれと一緒 マクドと呼ぶじゃ誰も驚かない一緒暦の上では春なのにすごい寒いもう驚かない驚かせようとするのやめようあれでずーっと天気予報があれで驚かせようとしてくるけど驚かないさすがに驚かないえ暦の上では春なのにこんなに寒いんだならないもうならないからうんまあインパクトのあるね春なのにこんなに気温がっていうので来てるんでしょうけどさすがに驚きませんのでね えー、もう、東京と大阪の違いエピソードやめましょう。さよなら。